コンポステーラはメキシコのナヤリット州にある自治体である。ナワトルゴではコアトランスなわちヘビのいる場所と呼ばれた。コンポステーラはナヤリット州の南岸に位置し、井戸は北緯21度22分から20度52分、経度は整形104度49分から105度22分の場所にある。筆頭市はビジャでサンティアゴデガリシアでコンポステーラでインディアスであり、 単に、コンポステーラと略称される。ムニシピオの面積は1848平方キロメートルで、ハリスコ州、グアガラハラ及び、ナヤリット州との鉄クとの間に道路及び、鉄道による交通がある。ハリスコ州、プエルトバヤルタとの間にも、道路で接続されている。2010年の国勢調査によると、ムニシピオの人口は7399人である。 筆頭市のコンポステーラのみ、の人口は17,573人である。スペイン人による植民地改善、この地にはチマルワカン王国があり、ナワ族の様々な部族から構成されていた。現在のコンポステーラのある各単盆ンン地には、核の族及びテペワの族が住んでいた。1524から1525年、エルナン・コルテスの老いにあたるフランシスコ・コルテスで産、 ブエナベントゥーラがこの地域を探検したが、大きな影響を及ぼすことはなかった。1530年、その残虐性によって、バルトロメデラスカサスが、大いなる暴君と呼んだコンキスタドールのヌーニョで、グスマンがこの地に遠征した。1531年1月25日の直例で、グスマンの征服地は、ヌエバガリシア王国と命名され、 その首都は、サンティアゴデガリシアでコンポステーラとされた。ヌエバガリシア王国の領土は、今のナヤリット州、ハリスコ州、コリマ州、アグアスカリエンテス州及びシナロア州、サカテカス州、サン、ルイスポトシ州の一部を含んでいた。首都サンティアゴデガリシアでコンポステーラは、最初今のナヤリット州とであるテピクに置かれたが、 先住民による反乱のためにといてすることを考えるように言った。1540年7月25日、グスマンの配下であったクリストバルデ・オニャーテによってサンティアゴ・デ・ガリシア・でコンポステーラは鉄クから今のコンポステーラに移された。町の名前はスペインのガリシア地方の町であるサンティアゴ・デ・コンポステーラにちなむ。植民地時代にはコンポステーラ・デ・インディアスと呼ばれ。 現在のムニシピをおよび、筆頭市の名前はそれに由来する。1548年2月13日、神聖ローマ皇帝カール五世は、コンポステーラに4人の長祖官からなるアウディエンシアを設立した。アウディエンシアは1549年1月21日に、実際に機能し始めた。1549年7月、コンポステーラに、ヌエバガリシア氏教座が置かれた。 1560年5月10日、アウディエンシア都市教座は、ヌエバガリシアの3番目の首都であるグアダラハラに移転した。ありがとうございます。